別府ゴルフクラブは、大分県茅月市山賀町にあるゴルフ場である。戦前、大阪商船株式会社が、泉と別府の魅力づくりにと、社団法人別府ゴルフクラブを設立し、1930年8月4日、別府郊外の豊用家屋の高原に旧ホールのゴルフ場を開場したことに始まる。九州では、第4番目に開場したゴルフ場で、九州で現存するゴルフ場としては、 運前ゴルフ場会場、設計、CF 大ン、M ビュックランドに次いで、第2番目の歴史のあるコースである。コース設計は、日本のプロゴルファー第1号の福井各自と、アマチュアゴルファーの選抜でもある、伊藤長蔵の共同設計である。伊藤は、大谷光明と渡米して、コース設計や築造を学び、帰国後は、広野ゴルフクラブ会場、設計、CH アリソンで、 アリソンの下で働いた経験がある。伊藤は、ゴルフ場の建設用地に一本の木もないのを見て、スコットランドにそっくりと言い,い、英国ではバンカーに砂を入れないものだと語った。別府ゴルフクラブは、戦前、9ホール増設して18ホールを完成させた。敗戦後、財閥解体が進むことに伴い、大阪商船がゴルフコースを手放した後は、 米軍に侵入され接収されることとなった。その後、1954年、島崎悦吉がゴルフは将来流行するだろうとの予見から買収し、コースの拡大を計画した。別府ゴルフクラブの用地は、もともと92万坪の広さがあった、翌年、1955年8月、コース設計を島崎悦吉自らが行い9ホール増設し、九州では、 初めての27ホール規模のゴルフ場となった。1993年、さらに、島崎越吉が設計を行い9ホールを増設し、合計36ホール規模のゴルフ場が完成された。1930年に9ホールが開場されてから90年が経過して、92万坪の高原は、大きなスケール感と、伊藤長造の英国流の設計思想が、今も生きている。 郵便番号879-1313大分県、きつ市山賀町区議の1753-4。ありがとうございます。